水野忠則、水野忠則慶応4年7月9日は、江戸時代末期の旗本、幕臣、諏訪正衛門内厚氏の子、文政5年に水野忠長の養子氏となる、忠孝の父、署名は忠厚、豪は、千雲、築後守る、下宇佐守る、六高五百国の旗本であったが、天保十五年、時の老中、安倍正宏に認められ、 西丸目付に登用される。以後、使い版、五千手組引付盗賊改め方火薬を経て、海江5年4月15日に、浦賀奉行、海江6年4月26日に、長崎奉行に任ぜられた。長崎奉行への任命は、翌年に再来行が予定されたペリーとの交渉のためであったが、ペリーは、下田に来行したため、空振りに終わった。しかし、 ロシアのプチャーチンが日露交渉のために長崎に来航すると、幕府ガーゼン県の大滅計画、筒井正則と勘定奉行、川地俊明を補佐した。ちょうどその頃クリミア戦争が勃発し、ロシアと敵対することになった、イギリスの東インド艦隊司令、ジェームズ・スターリングは、プチャーチンを捕捉すべく加盟7年9月7日に長崎へ帰港したが、プチャーチンはすでに出港していた。 ただのりは、スターリングも、外交交渉のために来航したと考え、幕府に許可を求めた。幕府の許可を得、ただのりを呼び目付け、長井久氏が、同年10月14日、日英和新条約に調印した。また、オランダ省官庁、ヤンドン・ケル・クルティウスを通じ、同年2月に来航した寸便の官庁、ゲルハルです。ファビウス中佐から、3回にわたり海軍創設の、 意見書を出させている。ただのりはこれをまとめて幕閣に提出し、幕府海軍設立が承認された。これに基づき海へ七年九月二十一日、オランダにコルベット二隻が発注された。安政元年十二月二十四日に、日英和親条約を締結後に、環状奉行権勝手がかり、安政四年十二月三日に、たやすけがろうなどを務める。安政五年六月八日には、 外国奉行に転じて、日英修交通商条約、日仏修交通商条約に全権委員として調印。また、安静に主銀の発行を検索し、金銀の内外化格差による金貨の流出を防ごうと、したが、諸外国の外交官の猛抗議によって、3週間で通用停止させられている。この間、将軍軽視問題では一橋派として、 一橋義信を支持したが、安政の大国では、処罰を免れている。安政6年6月4日には、神奈川奉行も兼任するが、ロシア海軍主管殺害事件の責任を問われて、10月27日に、官職である西のマルルス拠に左遷された。この結果、日米修好通商条約批准のため渡米する、万、ま、円元年県米施設に加われなかったが、 米国海軍のポーハタン号で渡米する万円元年県兵施設の護衛を名目に管理丸を米国に派遣している。文久元年5月12日に外国武行に再任。幕府は欧州諸国に対し文久県王施設を派遣することになり、外国武行の忠則は当然候補となったが、ロシア士官殺害事件に対する忠則の,の態度が英国公使、 ラザフォード・オールコックから嫌われており、施設に加わることはできなかった。しかし、同年12月、幕府の命により小笠原島開拓御用、小花作助らを引き連れて、小笠原諸島に赴き、諸島を見分し、父島のナサニエル・セイバリーラ欧米系島民に、対して同地が日本領であることを確認させた。文久2年7月に、交部合体に反対して、 箱館奉行に左遷され、9月に辞任。しかし、文久3年6月、老中、小笠原おさが、京都で、人質同然となっていた14代将軍、徳川家持奪還のため、幕府陸軍1500人を率いて、大阪に向かった際は、南町奉行、井上清忠らと共に同行している。ただのりは、上級の乱を再現させ、上位派を、 軍事力を持って粉砕することを主張したが、おさゆきは受け入れなかった。結局、朝廷は家持ちが大阪へ下ることを許したものの、上位破撃滅による一挙の問題解決はならなかった。結局、忠則はこの事件により同月禁止を命ぜられている。慶応4年一1月、とは、伏見の戦い後の江戸城における表情で、 新政府軍に対する抗戦継続を強く主張するも、吉信によって主張が入れられず、隠居。武蔵布田塾に移住した後、間もなく、病に倒れ慶応4年7月9日、59歳で死去。紛死とされる。墓は、茨城県鉾田市の大義寺。息子の忠孝と共に写った写真がある。ありがとうございます。